今日はですね、古い友人の方のオフィスの方に来ております。こちらは、ペット関係のアプリみたいなのを作ってる感じで、ちょうど1年ぐらい前にオープンしたところになっております。こちらの方が、開発者とかいるような感じになっております。はい、こちらが、先ほどちょっと、ミーティングしていただく代表の部屋になっておりますね。こちらがそうですね、キッチンになってるんじゃないかなと思います。やっぱりこっちはワンちゃんがメインなので、ワンちゃんの絵もありますし、こちらで素晴らしいのはですね、ここにまずワンちゃんも見えるっていうのと、あちらに聖母マリアさんですかね、チョンジュ教の、聖堂があるので、非常に素晴らしいチョンジュ教、ポイドンソンダンっていうのがあるみたいな感じです。どうも、先ほどどうでしたか。あの電気のショックの方のコカ・コーラとかはなかなか、あ、痛かったですか。いやでもしました。でもこのような可愛いワンちゃんもいるからすごい癒しになってよろしいですよね。いやー素晴らしいですよね。じゃあ、2021年抱負みたいなのをちょっと一言簡単に言ってもらっていいでしょうか。はい、はい、毎日楽しく、はい、生きていくのがいつもの抱負でしょう。ああ素晴らしいですね。あともともと九州の福岡と鹿児島にいたって言ってたんですけど、私友人で結構福岡の人たちが結構多いのですけど、ちょっとその人たち向けてちょっと一言、福岡の良さ、福岡に対する思い出をちょっと言っていただければと思いますけど、 JR 九州にいたんですもんね。はい、そうです。はい、福岡と鹿児島は私の第二のふるさとです。はい、そうですね。あと友人の中であの福岡の隣の国があるんです、佐賀っていう国があるんですけど、知ってますか。佐賀国、佐賀の、はいはい、長崎と福岡の間佐賀っていう国があるんですけど、あります、ね、はいはいはい、佐賀っていう国は行ったことありますか。いや、ないです。あ、やっぱり佐賀はないんです。長崎は行ったことありますよね。長崎は行ったことあります。あ、やっぱ佐賀はない、やっぱり通り過ぎるだけなんですね。いやーっていうことでした。それではまた今度来てみたいと思います。はい、ワンちゃん、リキューです。